こんにちは、社長です。ずっと特訓です。ですね、今日はちょっと教えていただきたい技術がありまして、はいはい、僕最近バックドライブを積極的に試合でも振るように意識してるんですけど、まあそれなりに入るようになってきたんですけど、まだなんかこうちょっとこう迷いながらやっちゃうというか、入るかなどうかなっていう、なるほど、思いっきりこう振りに行けない場面もやっぱあって、いや、じゃあそれは行こう。あ、行きましょう。カットマンなんで、こう連打するっていうよりかは一発で決めるやつをしっかりこう打てるようになる、なるほど、なるほど、っていうのを、はい、ちょっと徳島さんに見ていただいて、なるほど、ワンポイントアドバイスしていただけないかな。わかりました、思います。 OK、 お願いします。任しとけ、一発なら任しとけ。お願いします。じゃあ1回目の僕の下回転見てください。簡単に言うと沈められなかったり、はいはい、じゃない。
方向は前だけじゃねえ。おお。おお。グッドボー。ウィアナンバーワン。スチェッチェ。これが上からいった方がいい。浅いから。このボールじゃないでしょ。何ですか。打ちたいボール。でもいろんなボール来るんですよね。そうだね。はい、こうし、そうそう、そう、こういうボールね。おお。おお。球広いな。ちょっと高さによっては少し目線が変えました。そう、浅いボールは別にこう上からかぶってもいいんじゃない。浅いボールじゃなくて、ちょっと深めで高い球で、はい、ああ、そうですね。それを打ちたいかなってイメージです。だからそういう球に合わせるときに、ちゃんと体が沈めば、あとか確かに。ちょっと僕の割り方したなっていう感じとか。癖ですね、やっぱりちょっとこう。でそれでやってしかもかぶせに行ったら全部そうなっちゃってるから、打てる球と打てない球が出てくるみたいな。はいはいはい、確かに。でもそれが不安感なんだろうなって思う。確かに今みたいなやつが一番うん、はい、そう。でも2個持っておけばいい、とりあえず。あ、分かる。そのタイミング、あ、そうですね、対応できる形を、はい、高いイコール自分もちょっと伸びちゃうんで、うん、深いやつはちょっとあんま伸びない方が良さそうだね。確かに。そう。練習しないといけない。この形をしっかり。そう。そこは量。なるほどなるほど。勉強になりました。一緒に。ウィアナンバーワンになりましょう。チェッツ。チェッツ。後輩が泣いちゃいますよ。ジェッツの後輩が。ジェッツ、ETS、ジェッツ、ウェアナンバーワン、ゴージェッツ。